はい、撮影を再開します。新年2発目の動画、まだ杖をねお借りする年齢ではないので頑張ります。まあね、チャーシュー弁当いただいて、タンパク質、炭水化物で豚のバラ肉なんで脂肪もね、しっかりとって、でこれから、向かうわけなんですけど、ちょっとこれ画質あれかな、あの露出補正をしてね、あの暗がりでもちょっと明るく撮れるように今調整して、撮ってるんだけど、ちょっと画面だと白飛びしてるような気がするな。もうちょい押さえた方がいいかな。若干、控えめにして、今また調整し直して、撮り直しました。どうでしょうね。まあまあ、これ今逆光なんで、あれなんだけど。で、この坂をね、延々登り、ねえ、昨日の動画で、ね、自然道をね、林道を行く、ルートもね、面白みがあっていいんだけど、まあ、ここは本当にね、こういう舗装された、ね、こういう坂道を登るだけなんで、まあ、面白みに欠けるとは思いますが、登りごたえは、なかなかのものです。で、ここもね、こういうふうにね、ちょっと回り道して、行ける、林道があったんだけど、ここもね、だいぶ、その台風だよね、2019年の、おそらくそれで、道というか、もうそこがもう完全に崩れちゃってるからね。物理的にこれは登るのは無理だ。多分その台風の影響で、まあ復旧工事、まあこういうところの、がまあ手つかずなんだろうね。そのまんまなんだ。くるり城のことを、雨城とも呼びます。築城を振ったので、そうね、まあたまたまだけど、くしくもこう前日雨が降ったその翌日に私ね来てるんで、この雨城というの呼び名も非常にね、真に迫るものがあるというか。よしよしよし。まあ最近ね、本当ちょっとね、食べる量も、腹8分から7分ぐらいにして、あえてね、ちょっと抑えて、いるので、だいぶね、身軽になったような気がします。まあ、そのぐらいがいいんだよね。もうね、筋トレしようが何しようがね、あんまりね、パワーつけようと思って、ガシガシ食べすぎるのも、食べ過ぎはね、絶対良くないんで。まあ、適量より、ちょっとね、抑えめの量で、しばらく行こうかなと。冬場はね、やっぱ、運動量も、ね、落ちるし、そうね。ただ、寒さに、耐えられるだけの、ね、カロリーは、摂取しないといけないんで、まあ、そんなこと細かにね、寒さに耐えられるだけのカロリー摂取って病人じゃないんだからっていう。まあ、そんな気にする必要はないんだけど、そうね、まあ、健康上、ね、ちょっと、気にしようかなと思っています。ここで前、一回休憩したな。ちょっとこのレベルになると、やっぱマスクが苦しくなるので一旦外しましょう。よしよし。じゃあもうちょっと、先で進みます。いや、さすがにきついな、これ。いや、ちょっとね、久々に太ももに来るな。で、今ね、下ってきた、ご高齢のご夫婦と挨拶したんだけど、こっちに、ね、おはようございます。あちらがね、先にしてくれて、あ、おはようございます。即座にね、普通のタイミングで、言うつもりが、
1秒ぐらい遅れちゃったよ。おはようございますって言って、おはようございますみたいな。堀切勝負園のある堀切ではありません。何を言ってんでしょう。当たり前だって。いやあ、ここね、ここも、ここは大丈夫そうなんだけど、ケチ臭い私は、このスニーカーを汚したくないので、今ね、雨上がりでね、ぐっちゃぐちゃなのでやめます今日は。うん、いやでもね、この湿り気があってね、あっての寒さ、うん、なのですごい気持ちいい。マイナス4吸ってるなっていうね。いや、汗かいた。あの方、もう今ね、9時半ぐらいになってるんで、で、お城に、天守閣に登れるのが9時からなので、あの方たちが一番乗りだったかな。うん。よし。お玉が池。あ、ちょっと露出補正上げたんでよく映ってると思うんですが、ノーマルでね、ずっと俺そういうの全然気にしないで今までノーマルで撮ってて、ちょっとね、日陰になるとすごい画面が暗くなってるなーっていうのは気にはなってたんだけど、まあこれからちょいちょい調整しながら撮っていこうかなと。で、ここがね、久留里城の資料館ですね。うん。資料館は、今日は時間があったら夜か。でも中、映さないからね。近々また改めて、久留里城来るかもしれないので、まあ後で、そっちの資料館の裏手、回ってみようと思います。うん。これから行くのはここですね。ここに行くわけです、うん、こっちの方だとまだ紅葉の時期、あれかね、南房総方面だとちょっと遅いのかな。うん、だいぶ散っちゃってはいるから、もう色づいてもう終わりなのかな。見ごろすりましたかこれ。葉桜なのかな？葉桜じゃない、なんだっけ。うん。そう。まだ結構あるんだよね、これね。で、前ね、ポタリング中の、寄り道で、で、ブロンプトン、もちろんここはの走れないけど、走れるわけがないけど、まあ、こういうところなんで、途中まで押して、ちょっと上がらせてもらって、で、もう途中からね、階段になるんだけど、そこはもう、畳んで、後輪だけ畳んで、よっこらせって、お城のね、入り口まで、近くまで運んで、で、記念撮影して、で、帰ってきたと。でね、ここでね、とんでもないエピソード思い出しましたよ。で、その時にね、まだ当時、スマホじゃなくてガラケー時代だったんだけど、で、ガラケーをね、ちょっとした展望スペースの、ベンチのところでこう見てて、帰りの時間とか調べて、うん、で、帰ろう、つって。で、今のこの坂道をテクテク、さっきの駐車場まで、ひたすら降りてって、で、ポケットのところに手当てたら、あれ携帯がない、ガラケーがない。あれと思って、おかしいな。途中で落っことしたかな。でそんなガシャーンなんて音もしなかったしな。待てよと。そこの展望スペースに、さっき置きっぱだったかなと思って、まあ慌ててまたここをね、ダッシュして、早歩きで。そしたらそこのベンチに置いたまんまだった。人気がね、あんまり、なかったんで、その日は。こんな早朝じゃなくて日中だったんだけどね。だから親切な人がもしかしたら、さっきの資料館に届けてくれるかなと思って。うん。で、まず資料館に寄ったら、まあ、届けもありませんって。うん、あれじゃあもう、あんなガラケーなんて、まあ、持っ
ってってもしょうがないけど、今みたいにほら支払い機能があるとかそういうのでもないし、でも意地悪してね、そこら辺からパーンとかやられたりとかしたらもう終わりだなと。でもちゃんと置いてる。そう、そのベンチがそこです。そこでね、ちょっとまず、そっち行ってみましょうか。よいしょ。うわ、すげえ湿ってるな。路面が。よいしょ。そう、ここがね、夏場だったんだよね、しかもね。で、ちょっと草っていうか、木が、今ほど、茂ってなくて、見晴らしも良くて。で、このベンチに、そこら辺にね、ガラケー置いたまま下っちゃって、まあ、地獄のダッシュでしたよ。はい、そんなヨタ話はどうでもいいとして、いや、着きました。あ、もうちょいだけどね。くるり城。で、上にもね、登れるはずなんで、ちょっとこれから登ってみたいと思います。はい、くるり城の入り口までやってまいりました。で、中に入るので、再び、マスクを今つけまして。紅葉、見頃前なのかな？まだ葉の色、緑のところも結構多いので、よいしょ。多分誰もいなさそうだね。で、ここで、履物を履き替えなくちゃいけないんで、クロックスに履き替えて、こう人が多いとね、ちょっとスニーカーとか、ね、まあ、これで間違える人はいないだろうけど、同じようなね、靴とかだと、履き間違いでね、持ってかれるっていうこともあるらしいんで、まあ、気をつけて。はい。湿気がありますので、足元を気をつけてください。土足厳禁と。多分、サマーズの大竹さんってこういうの嫌がるんだよね。深くは言いませんが。で、全国各地のこういうお城の写真が、展示されております。彦根城、彦にゃんのね、彦根城と。ここはもうざっと撮ってきますが、松本城もね、ちょっと行ってみたいね。で、ここから階段を上がって行きます。よいしょ。ここはそんなね、高くないんで、建物で言えば3階建てぐらいの、ね、高さというか、まあ、東京湾観音とかと比べたら、全然楽です。あれ面白いからね、東京湾観音、もう一回ちょっと行ってみたいけど。じゃあ、あえてお城の裏手の方を眺める形で、まず出たいと思います。なんかね、なんかこんな感じで。よし。そっちがね、見どころなんだけど、ここはちょっと後回し。まあ、ここら辺紅葉がかってる。で、高所恐怖症なんでね、こっちはまだね、見られるんですよ。まあ、こう高いんだけど、まだこうね、木々でごまかされてるっていうか。で、ここ、まっすぐ行きまして、こっちはそんなに怖くありません。高所恐怖症の人でも大丈夫かと思います。この辺からね、あ、で、そこ今盛り上がってるでしょ？で、ちょっと後で字幕入れますけど、そっちが元々のくるり城があった場所だった気がします。今、何にも考えないで上スーッと上がってちゃったから、多分そこの土台部分がそこだったんじゃないかな。後で降りたら確認しましょう。で、問題はこちら。西側ですね。ここがね、なかなか怖い。
だってこんなロープ張られてるけどさ、こう身乗り出してちょっとよろっといったらもう行くもんね。うん、プランチャ水シーダの状態になるね。うん、ノータッチ トペコンヒーローとかやったらもう一巻の終わりですよ。でさっきのあのスマホ、あ、じゃないガラケー忘れた事件のベンチがあそこですね。でね、今人がいないからね、あの割とこう何足場とかこう余裕を持ってこう歩けるんだけど、人が例えばさそこら辺からこうくるっとするじゃない、でもうねドキドキしちゃうのよ。まあもうその場合はもうどっちかが下がってね、別ルートっていうか回っていかなくちゃ、もうここね通り2人ねこうすれ違うことはできないから、いやー怖いな、もうトークがおぼつかなくなってるでしょ。いやーマジか、でも眺めは最高で、今日風がないんでね、全くだ風で煽られることもなく、あの比較的冷静な状況で景色を楽しむことができます。うわっと、でっかい蜂がまた、おい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 、ね、こっちが南側、もうね、私にとっては南もね西もねどうでもいいですよ。怖くて、あの辺があれかな、さっきお弁当屋さんがあったのがあの辺じゃない、もしかしたら豊島屋弁当さん、多分この建物が豊島屋弁当さんだと思うんだけど、違ったらごめんなさい。でその横のあの辺が、なんか廃店舗というかなんか閉店したお店があったところだと思われます。じゃあこういうあそこの道通ってこう抜けられたのかな、うん、よしよし、いやーめまいがするよ、ほんとめまいしてこう落ちそうだもん、なんとなく、いやー怖い怖いけどいい眺めです。ここからこう見た方が安心できるな、面白みには欠けるけど。中からじゃね、どうしようもないというか。そうね、落下物もね、怖いしね、だからスマホとかさ、あの、ね、そのまんまこう、素手でこう持って、ボロっていったら、もう一巻の終わりだよね。なんだこの落書きしやがって、小雪のり、光電な、何これ、サチじゃないよね、これなんだ、これ辛いじゃないよね、防火足りない強し三条って、三条じゃねえよ、うせろと言いたくなる、落書きじゃない、こう掘ってあるもんね、三条大森三条だって、大森さん、もう三条しなくていいからこの世から消えてくれと、あ、そういうこと言っちゃいけないね、はい失礼いたしました、はい、じゃあ降りましょう、うっかりここでね転落して私がこの世から失せる可能性があるから、それだけは避けたいというね、まだちょっと命が惜しいので、いや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 、これね露出補正したね、あの効果があって、この中も綺麗に撮れてるはずなんだよね、なんでそういう基本的なことを今まで全く気にせずやってたんだろうか、なんかオート機能でねそれに任せっぱなしだったんで、それでいいのかな、それがベストなのかなと思ってたんだけど、そうではないということですね。よいしょ、じゃあもうちょいでバッテリーが1本目切れちゃうんで、ひとまずここで2日目の動画終わりにしたいと思います。途中で切れちゃったらごめんなさい、靴べらがない、よいしょ、バッテリーが切れる、よし
よし、反り出し。ちょ。切れる前に、お城もう一回移して。はい、以上、くるり城からお送りしました。もうちょいね、まだ撮るので、新年3日目の動画、この後、続きます。ではでは。はい、これはおまけ動画です。ちょっとね、今後ね、花嫁街道とか、ああいうハイキングコースをまた撮影するにあたって、森の中をね、撮るときに、どういった、露出補正、どの程度で効かせれば、ちゃんと映るかなということで、試しにここでね、ちょっと、今から撮影しようと思います。これはもう字幕とか何も入れないで、ただサクッと撮るだけです。これだとちょっと強み、白っぽいかな。ここも油断できないよ、こういうの。あ、ちょっと白いかな、画面。さっき、ね、くるり城の天守閣に来るまでの坂道を撮った時のモードでいいかもわからないけど、この辺に来ると、このぐらいでちょうどいいのかな。ちょっと極端に明るいぐらいの方がいいか。単焦鏡遺跡。単焦鏡遺跡。ほんとね、私、額がないからね、こういうの見ても、何が何だかという感じなのですが、感じたの、感覚ね。漢字が読めないじゃなくて。よし。多分今までのね、ノーマルモードで撮るとこういうのも暗くて全然映ってなかったと思うんだけど、今問題なく撮れてると思うんだよね。パソコン、家帰ってパソコンで再生しても多分綺麗にというか、ちゃんと、状況がわかるように撮れてるとは思うんだけど、花嫁街道ね、ちょっとあれ本当面白みがあるんで、この年内中に行きたいんですよね。年内中にってこれ年明け動画なんだけどね。そういうね、ネタバレ的なトークをするんじゃないよと、いう感じですが。これはくるり城編、新年、第2弾の動画の、概要欄にURL 貼っ付けておくんで、そこから飛んだ人だけが見られるという全くプレミア感のない動画にしておきます。プレミア感はないですが、そういう設定にして公開いたします。どうだろう、綺麗に映ってるかな。綺麗にというか、ちゃんと周りの景色とかがわかるように映ってれば幸いなんですが、ほんとね、カメラの知識とかも全く疎いんでね、動画出してる人とかみんなすごいもんね。そういうメカニカルな部分もちゃんと把握した上で撮影してると思うんですが、私はね、そこまで行ってないので、ほんと、勉強しなくちゃいけませんね。ちょっと下まで降りよう。よいしょ。こういうところでさ、ああ、靴が汚れるとかって思うやつって俺嫌いだと思ってたんだけど、自分がそういうことを思うようになってしまってる自分がちょっと嫌かも。でもね、これ白い部分がね、ちょっと汚したくないんだよね。まあ、消しゴムでね、なんかキュッキュッてやるとまた白く戻るんだけど、そう。これでね、このマッシュバーンでね、マッキンキンのね、やつとかあるんだけど、それはね、買いたかったんだけど、実際履くかどうか、さておいて。まあ、履くだろうけど、買ったらね。でもちょっと買えませんでしたね。品切れで。自分に合うサイズがなくて。フィラのスニーカーだと、27.0 がベストなんですよ。で、ナイキのね、スニーカーだと 26.5 がぴったりかな、っていう。まあ、スニーカーのね、タイプにもよるんだけど。前まではね、ナイキ派だったんだけど、今、フィラの方がちょっと、
面白いデザインのスニーカーが多いなと思って、最近はフィラーになってますね。うん、なんでもいいんだけどね、メーカーは。うん、まあ、はい、じゃあおまけ動画でした。ではでは。